皆さん、こんにちは。今回は、三好長慶の曽祖父、三好行長について語りますが、実は、畿内戦国史の第3回目になります。1と2はもう見ましたか？明応2年、1493年4月、管領細川政元は、将軍足利義稀を追放し、義澄を擁立した。政元は、幕政を攘断したものの、伊豆那信仰から女人を遠ざけ、子がいなかった。そのため、政元は、明応の政変を起こす以前に、公家九条政元の子住行を養子としていた。しかしこれには多くの家臣から細川の血を引いていないとして反対意見が多かった。住行を後継者として認めない勢力は細川一族の中で慶長家に次いで価格の高い阿波守護家の住元を政元の後継者として推した。細川慶長家って何？前々回の畿内情勢の基本情報を見ろ。そうくるか。劣勢と感じた住行陣営は政元を暗殺するという暴挙に出た。なんじゃこれ。永正4年、1507年、6月のことだった。しかし、政元暗殺の首謀者が住行と知れ渡ると、細川氏一門が一斉に反発し、住行陣営を攻撃。住行は自害に追い込まれ、彼の取り巻きはことごとく討ち取られた。こうして細川慶長家の家督に就いた住元だったが、今度は阿波守護家出身である住元が阿波から連れてきた家臣団と元から畿内にいた家臣団との間で軋轢が生じた。住元が阿波から連れてきた家臣団の筆頭格が三好行長だった。三好長慶の曽祖父である。細川氏の畿内家臣団が期待したのが野州家の高国だった。高国は政元が住行を養子にする前に一度後継者として養子にしたものの、政元が隠居を撤回して実家に戻された経緯を持つ人物である。どうして最初から住元じゃなく高国を推さなかったのかね。知らん。一方、幽閉先から脱走した前将軍義稀は義忠と名を変え、流浪の果てに相羽山口の大内義興を頼っていた。この前将軍足利義忠が細川氏の内紛を好機と見て大内義興の軍勢を率いて上洛を果たした。細川高国は足利義忠、大内義興と結んで足利義澄と細川住元を近江に追い出すことに成功した。足利義忠、義稀は将軍職に返り咲き義種と改名した。ここに足利義種、細川高国陣営と足利義澄、細川住元陣営の対立構図が出来上がった。軍事力では義種高国派の主力が大内義興、義澄住元派の主力が三好行長といったところである。永正6年1509年6月、細川住元、三好行長は京都を奪還すべく3000の兵を率いて如意ヶ岳に進んだが、細川高国、大内義興の軍勢があまりに多数なのを見て戦わずに阿波へ逃走した。
如意ヶ岳城は京都市街を見下ろす大文字山山頂付近に築かれていました。峰の名前として大文字山とは別に如意ヶ岳がありますが、航空無線施設である大津 VOR があって山頂は立ち入り禁止になっています。最初間違えてそっちに行ってしまいがっかりしましたが、杞憂でした。三角点のある標高465メートルの大文字山山頂が主角で、南東側に二角と区分けする土塁と横堀が残っています。二角のさらに東には30の横堀があります。二角南側の小口です。鹿ヶ谷方面へ降りていくと作平地が確認できます。土塁と小口と思われます。谷筋の狭いところに設けられています。楼門の滝付近に石垣が残っています。いつの時代のものかわかりませんけど。三好行長の嫡男長秀は父と別れ伊勢山田に敗走したが、ここで高国と縁戚関係にあった北畑家家の攻撃を受けて、弟の頼澄と共に自害に追い込まれた。伊勢山田は伊勢神宮の門前町ですね。なぜそっちに行ったのやら。体制を立て直した細川住元は兵を率いて阿波から堺に上陸。赤松吉村の加勢も得て京へ迫った。しかし足利義澄が近江で病死したこともあって士気が上がらず、細川住元は永正8年1511年8月に起きた砂岡山の戦いに敗れた。この砂岡山の戦いにかつては三好行長も参加していたと考えられてきたが、近年は否定されているようである。砂岡山は京都市街地の中にぽっかりと船のように浮かぶ小さな山で、金閣寺の東 1.2km 程度のあたりにあります。山頂付近は公園になっていて京都市街を見渡せます。北に少し下ったところには空堀跡もあります。応仁栄翔戦石碑は北西にある広場の北側にあります。応仁の乱の時にもこの船岡山で合戦があったため、応仁栄翔戦石という表現になっていると思われる。その後しばらく住元は阿波に逼塞していたが、永正15年1518年になると大内義興が国情不安のため諏訪へ帰国した。この間に淡路下家の細川久春が高国派に寝返っていたため、三好行長は住元の命で淡路に侵攻した。最終的には永正16年1519年5月、久春は行長に討ち取られ、淡路下家は滅亡した。このあと淡路は阿波守護家の支配下に置かれた。同年11月には三好行長をはじめとする住元派の軍勢が兵庫の津に渡海し京都へ進撃した。高国は近江に逃れたため、翌年3月三好行長らは上洛を果たした。しかしこの時住元は伊丹城で病床にあり、上洛は叶わなかった。
5月になると高国が六角氏、時氏、朝倉氏の援軍を得て4から5万の軍勢で京に攻め込んだ。三条、東寺寺周辺で合戦となり、三好行長は敗れた。行長は権現院に潜んでいるところを発見され、挺発して降伏した。しかし行長が討った淡路下家久春の息子彦四郎が行長の処刑を主張したため、三好行長は100万遍で自害して果てた。享年61。行長の生き残っていた二人の息子長光と長範も切腹させられた。東寺寺は現存せず、京都市中京区の京都府保険事業協同組合ビルの前に足利尊氏邸東寺寺跡の石碑と解説板が立っています。足利尊氏はこの地で政務を取り、尊氏の死後邸宅は東寺寺に改められました。つまり室町幕府発祥の地というわけです。東寺寺は応仁の乱以降衰退し、結局は別院であった東寺院に合併されてしまいました。つまり現在も北区に存在する東寺院は東寺寺の戦いの東寺寺とは別物というわけです。御池通りを挟んだ南に残る御所八幡宮は尊氏邸東寺寺の鎮守者だったといいます。権現院は現在嵯峨野楽王院の隣にありますが、これは江戸時代に復興されたもので、当時は中京区の高倉宮跡にあったそうです。東寺寺から近いですね。権現院前町として地名だけ残っています。百万遍町寺は現在左京区にありますが、当時は上京区にあったそうです。これまた百万遍町として地名だけが残っています。三好行長の廃止を受け、伊丹城にいた住元は阿波に退却。間もない6月、住元は阿波松水城にて失意のうちに死去した。享年32。